メセンブリオルニスは、背丈1.5メートルに達する中型のフォルスラコス、カの族。フォルスラコスかの明瞭な系統を代表しており、同化のより大型のグループや小型のオプシロプテルス、赤とは、隔たりがある。大まかには、より早い時代に、メセンブリオルニスよりも、主に南方で栄えた、パタゴルニス赤に類似している。化石は、アルゼンチンのモンテヘルモソウのモンテヘルモ産交渉で、 発見されている。足の骨ミセンブリルニーズ・インケルトゥスとミセンブリルニーズ・ミルニード・ワードシーの2種が現在認められている。しかしながら、メセンブリオルニスを疑問名にして、本属をヘルモシオルニスとし、フォルスラコス科の新たな分類体系を提唱する研究者もいる。メセンブリオルニスは、約1000から260万年前にあたる、新大三期中心予行期から、 先進予前期にかけて、アルゼンチン西部及び北西部のパンパに生息した。北アメリカ大陸に生息した巨大なティタニスワレリと、共に最後まで生息したフォルスラコスカの族である。テラーバーズ、オンザランという研究により、フォルスラコスカがどれだけの速度で走行可能だったかが計測された。フォルスラコスカの平均最高速度は時速 70km で、 これについては議論はあまり起きていない。しかし、メセンブリオルニスの速度は大いに議論が交わされている。これは、計算方法が他の数学的手法ほど正確でないためである。他のフォルスラコスカと同様にメセンブリオルニスの化石は断片的であり、他の手法は不可能である。メセンブリオルニスの狩りについては、主に二つの仮説がある。 一つは強力な蹴りを獲物への攻撃や防衛に用いていたという説で、アフリカのチーターのような俊敏な捕食者ではないとする説である。もう一つは、チーターのようにスピードを生かして、中心よの小型南ヒズメ類を捕食していたとする説である。この説にはおいては、メセンブリオルニスの速度は、時速70から9 0トルと推定されている。ありがとうございます。